始まりました STU48 のもっと STU! イエーイ、はい、今回は、私たち2人でですね、ということで自己紹介お願いします。はい、じゃあ私が岡山県瀬戸内で一番元気を届けるのはって聞いたら、リネダーンと叫んでもらって、みんな一緒にきびだんごを、はいって言ったらハムハムって2回食べてください。いきます。はい、はい、岡山県からどうなこう、瀬戸内で一番元気を届けるのはリネさん、みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハムありがとうございます。岡山県出身、高校3年生、17歳のリネさんこと内村リネです。よろしくお願いします。リネさん、ありがとうございます。はい、じゃあ私が福田っていうので、瀬戸内って言ってください。はい、はい、いきます。アリオサと福田は瀬戸内、ありがとうございます。サンドの飯はうどんに決まり、高知県出身の福ちゃんこと福田あかりです。はい、よろしくお願いします。ハムハムってさ、ファンの人やってくれる、うん、やってくれる、恥ずかしが恥ずかしいながらもやってくれます、すごい、あったかいファンの人たちだ、すごい新しいですね、はい、というわけで今日はリネタンと福田でお送りしたいんですけど、はい、まあね、いつもはイオンモール岡山にある晴れまち TV スタジオからお送りするんですが、今日は広島からお届けしたいと思います。はい、はい、そしてなんといつもね、STU の制服なんですけど、そうですね、今日は衣装じゃない、今日は私服ということで、リネタンちょっと気合い入れてきましたか？そうですね、いつもはちょっともうズボンと、もうトレーナーみたいな感じなんですけど、今日は見てくださるので皆さんが可愛いお洋服を着てきました。可愛いフリフリ、そうなんですよ、女の子らしい、はい、すごく素敵です、はい、皆さんもネックレスがすごい素敵です、ね、はい、ちょっと2期生とやるのこれ初めてだったから、ね、ちょっと絶対リネタンこういう系だろうなと思ってちょっと大人ぶってみました。可愛いです、ありがとうございます、はい、それでですね、これはイオンモールの岡山の公式ホームページ、晴れまち TV からウェブ配信もされます、はい、というわけで、やっぱちょっと今お家にいる方が多いと思うんですけど、リネタンはお家で何かしてますか？私はなんかあまり自炊はしなかったんですけど、お家にいる機会が増えたので、自炊をするようになって、それこそこの前、酢豚を作ったの。めっちゃ大変で、初めて揚げ物、酢豚を揚げてから、なんか液に絡めるじゃないですか。そうなの。そうなんですよ。めっちゃ大変でした。揚げ物なんや、酢豚。初めて挑戦しました。あんまり普段はしないのに？全然しなかったんですよ。すごい。女子力向上ですね、その期間に。私は何かされてますか？福田はもう全然何もしてないのでずっと家で映画見てます、うん、あ、私もね、昨日見ましたよ。ありました？いいよね、やっぱ、そういうね、時間の使い方がいろいろありますね。はい、はい、というわけで、いつも通りファンの人からいただいた質問に答えていきたいと思うんですけど、ガラガラないので、そうですね、直感で何番っていう感じでいきましょう。はい、はい、で、何番っつって、ここに書いて出して、はい、トークするっていう感じで、はい、行きたいと思います。お願いします。はい、じゃあもう本当に噛んでいっていいですか？はい、それでは9番。タイムカプセルを埋めることになったら中に何を入れたいですか？おお、それか、タイムカプセル、木彫り鮭さん、なんでも木彫りの鮭じゃない、木彫りの鮭さんから木彫りの鮭さんから、はい、タイムカプセルってさ、昔埋めたくない？埋めたことないんですよ。だから何を入れたらいいかわかんないんですけど、結構思い出品とか入れてますよね。思い出品ね、はい、なんか未来の自分、あ、証明写真みたいな振り方、あ、わかる？あれを撮って、なんか12歳の私へっていう謎書きをして入れ取った、うん、いや、怖いですね。そう、でも3年前とかやったけど全然覚えてないけど、そういうのは やりましたね。結構なんか破れてたりするじゃないですか、なんか雨とかに濡れて。そういうのなかったですか？埋めるから雨入れるっけ？はい、なんか結構お姉ちゃんとか濡れてました。え、そうなの？浸透していくのかね。あ、多分そうだと思います。リネタンは何を入れますか？私だったら、なんか結構その時に使った鉛筆とか鉛筆とか入れたい。鉛筆でいいの？
に入りそうだけど。入りそうなんですけど。え、でも、話終わりがね。話終わるんだけど、もう。氷じゃない、プリキャシラベ。やばい。ちょっと、これ漢字が、漢字が違いますから。氷の先のさ、キシラベが先ほどだった。ごめんなさい。でもなんかそうね、難しいよね、喋りながらだったら。そうなんですよ、お手紙に行ってからだったら、うん、なんか濡れちゃうんですかと思うんですけど、うん、それだったらちょっと消しゴムとか消しゴムなんか鉛筆とか入れたいなって思います。文房具入れがちなんですね。はい、文房具入れがちすいませんね、うん、はい、じゃあこれありがとうございます。この話終わりたいと思います。はい、すいません。なんでピンク使うんだね。ピンク、かわいい、かわいいサンドのね。はい、見えた何番ですか。私は7番です。7番、はい、7番は何だ。得意料理はある。 STU 大好きさんからです。はい、なんか得意料理ですか。自分喋りたかったやつです。本当に7番が得意料理。7番が得意料理。得意料理私も、はい、7番が好きなので7番を選んだんですけど、結構広島に来たらオムライスも好きなんですよ。オムライスってめっちゃ好きなんですよ。で、自分で作ってみたらすごい美味しかったんで。え、美味しかったの。なんか今まで自分で作った料理ってまずかったんですよ。美味しかったんですけど。そうだ、なんかすごい上手になってきて。でも、得意料理、それの得意料理は、それの得意料理はチンジャオロース。え、すごい。チンジャオロースの素を買ってきて、あー、ピーマンと肉を入れるだけなんですけど、企業努力の味がしますね。あー、素っていいです。素最高。一回失敗しないから。そうですね、裏切りませんからね。そう、今日も朝ごはん作ったの。そうです、今日朝ごはんは、鮭ときんぴらごぼうとキャベツの千切りとご飯とお味噌汁だったんですけど、鮭は母から送ってもらいました。きんぴらごぼうって、岡山の鮭。そうです。いいね、はい、そう、多分そうだと思います。そうなんや。はい、すごい美味しかったです。すごいいいですね、自炊、はい、ちょっと私も自炊考えるわ。じゃあ、ピレーターを見習って家庭料理増やそうと思います。はい、はい、それでは次は、はい、17番にします。はい、17番は、外内で、行ってみたいところはどこ。川嘘さん。どうして行ってみたいところは、カワウソさんです。うん、これは、瀬戸内はかけて。はい。かけない。違うじゃん。ちょっと待って。全然違うんだけど、瀬戸内の字が。集中してないですよ。目があんまり見えない。瀬戸内来てまた喋ったし、集中して書いてください。いける？いきます。かけてますね。え、違う。でもなんでいつもこんな感じないんですよね。瀬戸内かけないとちょっとダメだよ。はい、ごめんなさい。行ってみたいところ。行ってみたいところ。大丈夫、瀬戸内で見たいところ。言える？大丈夫かな。はい、瀬戸内の方が理解してる。わかります。はい、四国以外。四国以外、含まれてますけど。あれ、そうか。え、カモさんに怒られるよ。ごめんなさい。ありますか、そのまま。そうですか、うん、行ってみたいところ、うん、瀬戸内で行ってみたいところですか。はい、でも神戸のキラキラの神戸ルミナリエ、わかります。え、行ったことある。あれ、行ってない。嘘、どんなの。そうなんだ、ね、やっぱそういう名所なんだね。そうね、行きたいですね。お顔隠さなくて。りんなさんは瀬戸内めっちゃかけてないけど大丈夫ですか。大丈夫、行きたいところ四国も含まれてるんで。行きたいところは、ね、ここっていう場所は、エンジェルロードもあるんですけど、一番なんか行きたいところとかしてみたいことがあって、はい、なんかうどん巡りをしてみたいです。それ四国だからね。いや、あれ。なんか、うどんって
そうなんだ、そうなんだ。そのお店とは覚えてないんですけど、うんうんうん、美味しかったんで、はい。香川県のうどん全部美味しいと思うので、はい。巡ってみたいなと思います。じゃあ、しに行こう。はい。それで行くわ。そう。だけど、それをキニーちゃんの近くも瀬戸内ってこと覚えてね。そうですね。もういっぱい質問いただいてるんで、そうだよね。すごく迷うんですけど、10番、はい、はい、家の中で好きなスペースは、いあれ、いっちゃんさんからです。はい、ありがとうございます。これ最後の質問に、そうですね、しますかね。そうですかね。家の中で好きなスペース、結構あるじゃないですか。そうだね。でも、やっぱり、トイレが一番安心しますね。トイレって思うかもしれないんですけど、思ったよ今。なんかトイレって神様がいるじゃないですか。ああ言うね。だからその安心感もあり、あとはなんか誰にも見られてない。なるほどね。見られるのが好きなんですけど、うん、やっぱりそのね、やっぱ人間なので、うん、まあ一日一回ぐらいは見られたくないっていうのがそういう現象があるので、私は、はいはいはい、すごい安心します。びっくりした、リナとトイレとか言うんだ。トイレです。はい、まあ、私はトイレ行ったことないから。まあでも確かに、狭い空間でね、一人喋るっていうのはね、うん、そうなんですよね。皆さんは、落ち着くスペース。はい。落ち着くスペースでも、やっぱり自分の布団の上ですね。うーん、確かに寝れますね。今だって1日のもう 85% ぐらい布団の上でいる。あー、私も一番好きなスペース安心しますよね。私も最近ちょっと布団の上でちょっと携帯を触るのにハマってます。ハマるから触る。はい、じゃあそういうことでね、まあお家でもゆっくり過ごすということで、はい、そろそろお時間となりましたので、はい、まあ今ちょっと、はい、こう5枚目とかも伸びちゃったりして、ね、ね、なかなか皆さんに会えないんですけど、うん、はい、お家でいろいろ配信とかもしてると思うし、うんうん、ね、メールも送ったりとか、はい、お家の中でも、はい、STU48 に皆さん、ね、楽しんでいただければいいなと思っております。はい、はい、じゃあ次回の収録にどんなメモがやってくるかは当時まず分かりませんよって書いてあるから、これ公開収録が今もういつあるか分かんないので、うん、これはもうないのか、ね、はい、番組に関することは、うん、イオンモール岡山のホームページにある STU48 の、うん、もっと STU の公式ホームページでチェックしてください。はい。はい。そして、こういう質問をね、うん、どん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 いっぱい答えていきたいと思うので、はい、ぜひ番組ホームページに、うん、応募フォームからリクエストしてください。お願いします。放送は毎週土曜日の夜7時から、そして再放送は日曜から木曜の毎日夜7時から、うん、行っておりますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい。お願いします。はい、それでは、うん、エンディングソング、無謀の夢は叶うことがないを聞きながらお別れです。せーの。